につく。身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 につく。中四国のクロスポイントとして人、物が集まる政令指定都市岡山。就実大学、就実短期大学は JR 岡山駅からわずか3分の西川原就実駅から徒歩1分。交通の利便性は非常に良く、通学のストレスがありません。社会の多様な場で活躍できるよう、専門的な知識の習得とともに豊かな人間性を持ち、実践力のある人材の育成に重点を置いた教育を行っています。就実学園の歴史は明治37年白坂英源をはじめとする21名の発起により、私立岡山実家女学校が創設されるところから始まります。外面的な華やかさに走ることなく、内面の充実に努めることを意味する許可就実を建学の精神とし、何度かの校名変更を経て現在の就実学園に至ります。就実大学、就実短期大学は人文科学系、社会科学系、自然科学系からなる総合大学に発展。大学は4学部7学科、短期大学は2学科で構成されています。大学を卒業後、さらに専門的に深く学びたい人のために大学院があります。自らの考え、思いを人に、社会に的確に発信する力が身につきます。表現の発信に重きが置いたもの、表現の受信に重きを置いた分野、それぞれありますけれども、その総合的な力をここで発揮し、さらにその力を磨いてもらうという組み立てになっております。日本文化の素晴らしさを知り、表現の奥深さを探求するのが表現文化学科です。広い視野と確かな知見に基づいて課題を発見し解決する能力を身につけるため、見る、聞く、触れるを重視した能動的で実践的なトレーニングを行います。見る、聞く、触れるの実感教育プログラム、物語や信仰を生む現場に足を運ぶ実地調査、世界を舞台に活動する表現者と触れ合う表現文化の集いなどを設け、本物に出会った時の驚きと簡単に根ざした教育を展開します。英語を使って自ら考える力が身につきます。先生と距離が近くて分かりやすい、分からない時は聞きやすい、そしてとても話しやすいという雰囲気があります。実践英語学科では外国人教員による週5回の講義があり、まるで海外留学しているかのような環境で英語力を深めることができるのです。また夏休みや春休みを利用して3週間程度イギリスやアメリカで行う海外研修に参加できるなど、鍛え上げた英語力を現地で実践する場が用意されています。英語で英語を学ぶ徹底した環境で、4年後に即戦力となれる国際感覚を身につけた人材を育成しています。言語的な技術とともに世界の社会や文化を学び、国際人としての豊かな教養と判断力を養います。人間と世界についての理解力が身につきます。様々な時代と地域について広く自由に学ぶことができます。そのことによってまた様々な時代や地域の人々の考えを理解する
さらにそのことによって現代社会に生きるための問題解決能力を培います。本格的に歴史学を研究し、社会の発展に生かす力を養成する総合歴史学科。文献や現地調査などさまざまな方法で歴史を探求し、現代社会において物事を深く考えることのできる人材を育成します。1,2 年次のフィールドワークでは、国内外の歴史の現場を訪ね、歴史への興味をより深めます。子どもを支えていくための実践力が身につきます。子どもたちや子どもを取り巻く環境というのは日々変わっていきます。その日々変わっていく子どもたち、あるいは環境、世の中に合わせて自分をこうレベルアップしていくために、学び続けていこうとする気持ちを持った人材を育てたいと思っています。現場主義の指導で子どもの幸せを第一に考える保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭を育てている初等教育学科。高い専門性と講師の心を身につけた人材を育成します。学外実習や体験型授業が充実した臨場感のある環境が実践力を養っていくのです。多くの学生が教育専門職を目指しています。教育心理学科では支えケアする心構えが身につきます。今教育現場では子どもの心が分かる教師が求められています。本学科では教育と心理学のを学び、両方を活かせる専門家を養成しています。教育の現場で子どもの心と体の発達と健康を支え、専門家の視点でケアできる人材を育成しているのが教育心理学科です。発達段階の子どもの心理状態や行動について検証し、教育相談やカウンセリングの知識と技術を身につけます。多くの学生が養護教諭、公認心理師、認定心理師を目指しています。公認心理師養成は大学院と連携して6年間トータルでのカリキュラムを用意しています。グローバルな視点を持ちつつローカルで活躍できるグローカルな能力が身につきます。特徴は大きく2つあります。一つは1年次からの少人数ゼミナールで個別教育を行うこと。2つ目は2年次で全員が留学か長期インターンシップを経験すること。経営学科で何より大切にしているのは実践教育です。1年次から語学教育やゼミが充実しているため、早い段階で英語力や社会人基礎力が身につき、その後の研究はもちろん就職活動において力が発揮されます。2年生になるとグローバルビジネスマネジメントコースとリージョナルビジネスマネジメントコースの2コースに分かれ、それぞれ4ヶ月の海外留学、15週間のインターンシップを必修としています。将来必ず役に立つ経験を実際の現場で積むことができます。研究や就職活動など自分のキャリア形成においても大いにプラスになります。この他にもビジネスプランコンテストといった日頃の学習成果を発揮できる場を設け、ビジネスの今を体感しながら経営について学ぶことができるのです。地域で活躍する薬剤師としての人間力が身につきます。豊かな人間力を持つためには相手を思いやる気持ちとコミュニケーション能力が必要になってきます。本学では担任制をとっており、
入学後、小グループに分かれて担任も参加をして、さまざまな医療のテーマについてディスカッションをする対話演習でコミュニケーション能力を磨いています。6年生の薬学科では 1,2 年次で薬剤師になるための基礎を固め、 3,4 年次で薬について詳しく知る応用へ、 5,6 年次で患者さんのために薬をどう使うか学ぶ臨床薬学へと発展します。確実なステップアップで患者さんのために学ぶ、医療現場において即戦力となる人材を育てています。現場で活躍するためには専門的な知識に加え、コミュニケーション力を身につける必要があります。1年次からの対話演習を通して円滑な対人関係を築く力を身につけます。またこれらの力をさらに身につけるための施設として、最先端の設備を備える臨床薬学教育研究センターがあります。実際の病院さながらの実習で自ら学び解決できる薬剤師を育成します。3年次のアドバンスド科目の一つ、薬学海外研修では、オーストラリアのクイーンズランド大学でおよそ2週間の研修を実施。日本の医療制度や薬学との違いを学び、グローバルに活躍できる能力を身につけます。このように、薬剤師国家試験を意識した授業を各教員が1年次から工夫して行っており、6年次には総仕上げとなる卒業特別講義、予備校と連携した国家試験対策講座や教科勉強会で徹底した国家試験対策を1年かけて行います。また全国模擬試験を随時実施して、目標達成度の低い学生には個別指導を行うなど、大学を挙げてのサポートの結果、毎年高い国家試験合格率を誇っています。幼児教育学科では確かな知識、技術、実践力を身につけることができます。幼稚園教諭2種免許状、保育士の資格取得ができ、就職決定率は 100% です。幼児教育学科では実際に子どもと関わり、現場に触れる機会を通して人と誠実に向き合う力を養います。学生主体の活動が積極的に行われ、その中で幼児教育に関わる専門的な知識と技術を習得します。少人数のクラスで学生一人一人の生活をサポートし、実践力と応用力を備えたスペシャリストを目指します。2年間という短い期間ですが、社会に出ての即戦力になるようなことを身につけていく学科です。食べること、それから衣服についてのこと、住むことを全般にわたって広く深く学びます。生活を実践するためのさまざまな分野を研究する生活実践科学科。日常生活における衣、食、住をテーマに、生活者として必要なビジネス知識や技術、コミュニケーション能力を身につけさせます。また秘書士や情報処理士など幅広い分野の資格が取得できます。就実大学、就実短期大学で力を入れているのが基礎力養成とキャリアサポート。基礎力養成では、高校まではなかったカリキュラムの選択から学生生活まで、すべて自分の責任で行えるよう、自己管理、時間管理能力を身につけます。そのため入学後の早い段階でガイダンスや担当教員からのきめ細かな指導が行われています。大学での勉強や研究に欠かすことのできないコミュニケーション力や思考力の育成、
またレポートの書き方や文献の探し方など勉強のための技術を1年次から丁寧に教えていきます。そして職場や地域社会で求められる前に踏み出す力や考え抜く力、チームで働く力などの社会人基礎力も養成しています。また海外研修制度により異文化への理解を深め、よりグローバルに活躍できる力を鍛えることもできるのです。キャリアサポートでは日々の手厚い教育を生かし、学生が安心して社会進出できるようさまざまな支援を行っています。キャリアセンターには1000人のスタッフが常駐しており、いつでも誰でも気軽に相談を受けることが可能です。大学で学ぶ意味やどう学ぶかなどの意識づけを1年次から行うキャリアガイダンス、キャリアガイダンスから始まり、就職ガイダンスや学内合同企業説明会などにつなげるなど、早い時期から将来を考えさせるきめ細かなキャリア支援事業を行っています。また就実大学、就実短期大学には学生の勉強やキャリアアップをサポートする施設も整備されています。保育・幼児教育の実践の場となっている岡山市初の認定こども園、就実こども園、教育機関として培ってきた経験を生かし、人間形成に重要な幼少期教育を行う就実小学校、実際の病院や保健薬局と同規模の最新設備を完備し、現場の臨場感を体験できる臨床薬学教育研究センター。 B 館には教職を目指す学生の情報収集の場として教職ラウンジを設置し、さらなるバックアップを図るため保育・教職支援センターも併設。仲間と切磋琢磨し主体的に学ぶための共有スペースが S 館ラーニングコモンズです。図書館は地下1階、地上6階建てで、専門書を中心におよそ34万冊の蔵書を誇ります。また学生生活を楽しむために欠かせないたくさんの部活や同好会、イベントも充実。広々とした本格的な施設で仲間と汗を流し最高の思い出を作ることができます。豊かな人間性と実践力を身につける。就実大学、就実短期大学はこれからも社会で役立つ人材を育成していきます。僕は言葉や体を使って自分を表現する力が身につきました。子どもをケアする幅広い知識が身につきました。生きた英語力が身につきました。コミュニケーション力が身につきました。視野の広さが身につきました。現場で役立つ技能が身につきました。身につく就実、だから就実、だから就実。